こんにちは、伊藤和恵です。今日のシーマでドライブトーク、ちょっと初めての雨の雨模様の、まあ、雨に光ったらシーマもいい感じですちょっと天気悪いですけれども、初めての登場の今日はこの方です。よろしくお願いします。田中美奈子さんです。今実はね、違う仕事を一緒にしててね、そうなんだよね。ちょっと声をかけたら、すぐ快諾してくれたんで、まあ最近じゃ最近も共演してるし、結構あれだよね、ずっと前からずっと若い頃からなんか一緒になること多いよね。じゃあその共演したドラマの話とかをしていきたいと思います。もう誰も愛さないね。そうだ、最後首切られてさ、渋谷のさ住宅街のゴミ捨て場に首がこう転がってるって、バラバラでね、夜、海岸のそばのトイレかなんかに2人で行ったのってずっとこう入ってたらさ、美奈子が先に出てさ、和也さんものんびりしてたらねみたいやっちゃえ伊藤和恵チャンネル。22とかだよね、きっと。和恵が22、私なんか20歳ぐらいだね。80年頃の人なの。うん、88年とかデビューする前、1年前。あ、うん、歌手で。そう、涙太陽で出る1年前、88年っていうね。ギラギラ太陽。うん、そうなんですよ。その前にあれか、うん、お芝居っていうか、うん、それはやってたんだね。そうだね、ちょっとドラマとかは出てたんだね。うん、やらせてもらったけど、なんかデビューの時にさ、うん、瞳に、あ、違う、足だっけ。瞳なんですが、大抵9割の人は足だと思ってました足出してたからね。足出してたから、うん、足の印象の方が強いみたいで。そっか、レギュラーじゃなかったの、うん、ゲストで3回ぐらい出たのかな。これ1回だっけ、忘れちゃったけど。分かんない、どんな役だったっけ。全然覚えてないんだよね岩崎よしみさんも出てたんだね、まあ、あ、ほんとだ。スクールウォーズは出てたけど、スクールポップも出てたんだ。よしみさんがお芝居してたの、私知らない。スクールウォーズで、マネージャー役やってた。で途中でなんか死んじゃうの。なんで死んじゃうの。マネージャー役って吉見さんだったっけと、うん、何人かいたんだけど、香織ちゃん、おじさんの、娘さんなんだよ、坂上。もうやだ、名前が出てこない結構お笑いとかやってた。娘さんもやってて、二戸ゆう子ちゃんは多分デビューしてすぐだったんじゃないかな。だからね、私と二人でなんかタイトルが取った記憶があるな。この時ショートの感じやらかっこいい。あ、そう、なんかね、似合うね、ショート。トライアスリートの役をその前に やるんで、そうね、一緒だった。なんか松村君と結構いい、うん、ずっと一緒、ずっと何本も一緒だったよね、うん、なんか常に一緒みたいなイメージあったのかな。不良少女と呼ばれて、地兄弟、少女の大人になる時、ドスクールローズ、ポニーテールはるのかな、ドスクールポップ、6本ぐらい一緒だったよすごいよね。いや、すごいよね。ずっと見てたわ。ずっと一緒だったわ。ダイエダイエドラマ、ドラマね、うんうん、私、美奈子のね、なんかその、うん、宿泊ロケの、うん、場面を覚えてないんだけど、美奈子と一緒に行って、夜、海岸のそばのトイレかなんかに2人で行ったのって行った行った、なんか行ったの覚えてる、覚えてる、覚えてる。で、すっごい真っ暗でさでもなんかずっとこう入ってたらさ、美奈子が先に出てさ、なんか和也さんののんびりしてたらね、ゴキブリにケツ噛まれるよみたいな言ってた、言ってて、うんうん、ゴキブリにケツ噛まれるとか思って
嘘は言わないでしょ。うん、出た。そのワード全部覚えてて、もうインパクト大だったの、それが。美奈子といえばゴキブリにケツ噛まれるよって。やめて。私そこそこの女の子が言う言葉じゃないなっていう。もう世界一ゴキブリが苦手だから。あ、だからそれを例えて言ったんだ。怖かったんだよね。だって真っ暗だったし。そうそう、なんかそういうなんか想像しちゃうじゃん。暗闇になんか黒いやつが出てきたら、でもさ、噛んだりはしないじゃん、止まったりするかもしれない。そうなんだけど、でもいつまでもお尻出してちゃいかんよっていうのを、ね、もうそれをね、なんか扉の外でね叫んでてね、めっちゃそれだけすっごい覚えてる。懐かしい。でもそれでも二十歳、もっと若いのかと思ってた。10代かと思ってた。いや、あれもうスクールコップは21か2ぐらいだった、ね、うん、だって1988年だもんね。そうだよね。どこ、これが最初スクールコップか、うん、これが最初。でももうなんかカズエとかミナコとか呼んでたから、なんかお姉さんなのに私も偉そうにね、なんか呼び捨てだったよね。呼び捨てだったんだね。なんでだったんだろう。ずっとだから仲いい感じだけど、うん、これが初共演だったの。その時にもう呼び、お互い呼び捨てになってたから、うん、急激に仲良くなったんだろうね。なんか改めてこんおはようございますみたいな感じが なんかあんまり残ってないので、うん、ない。もうすでに仲良しだ。知り合いなのみたいな。そうそうそう。そんな感じでずっと来てる感じ、ね、うん、なんかその前も共演してたかなと思ったら、うん、これが初めて。結構なんか結構撮影の合間で喋ってたのが、ああそうかもしれない。懐かしい。懐かしい。懐かしい。36年ぐらい前になっちゃう。前だね。そうだ。懐かしいですね。そんなに経ってもまだ芸能界にいると思わなかったな。本当だよね。ね、しぶとく。そんなに長くやっやってるとはって感じですね。やってるとはだよね、本当に。本当に。この後が、もう誰も愛さない。ああ、そうだ。吉田栄作くんと、そうそう。ちゃん、山口ともちゃんとね。これが91年。そうか。3年後なんだ。そんな感じしないよね。そうだね。うん、それで私、私、うん、シーマに乗ってて、その時。そうそうそう。で、渋スタから、うん、美奈子を乗っけてどっかのロケ現場まで一緒に行ったよね。そう、風に乗っけてもらったの。そうそうそう、高速通ってどっかまで行ったなっていう記憶がある。そうね、こう二股に分かれるところで、あ、そうそう、すごい大変。どっちどっちってなって真ん中にそのままぶつかりそうになるんだけど、ギリギリ、いやこれ右だみたいな感じで、うわーって感じで、あ、すごい分かりにくかったよね。そうそう、なんかそうなんですよ。だから、ね、私、今日で2日目っていうか2回目の登場なんですね。しかも、うん、あの時はまあ新車に近かったけども、うん、これもすごい結構ボロボロでだったの。そうなんだ。それを1年半ぐらい前に、うん、さんがレストアしてくれて、うん、すごい綺麗だよ。すごい綺麗になったの、ね、シートも全部張り替えて。そうなんだ。そう、ハンドルもこれもメーカバーしてくれて、そうすると30年以上の、あ、そう、31年、もう32年目かな。すごいね、うん、車も嬉しいね、愛されて。そう、会社にならずにここまで来てる、うん、もう誰も愛さないね。そうだ、それもなんかジェットコースタードラマとかって言われてて、うん、ね、いろんな事件が常に起こるみたいなさ。もうトイレに行く場がないっていうね。あ、そうそうそう、行ってるともう展開が早すぎて、早すぎちゃってついていけない。そうだ、アリサちゃんがまだ若かった。アリサもこれデビューぐらいやかもしれない。16、7じゃなくて、うん、16ぐらいだったから。あ、トモコちゃんの今、うん、そうそう、でも私との方が似てるねって話になって、実際の顔の作りがね、猫系だから。そうね、うん、そうかもしれない。で、私のほら記憶喪失になっちゃってさ、私がずっと面倒見てたんだよね、うん、記憶が戻っちゃうと困るから。そうだっけ、うん、私がなんか悪徳弁護士だったっていう、うん、めちゃめちゃ悪徳なんだわ。最後首切られてさ、なんかあの渋谷のさ住宅街のゴミ捨て場に首がこう転がってるっていう、バラバラでね、そう、ゴミ袋入って、
すごい撮影だよね。今じゃ撮れない。撮った方がいいですかね。閉じた方がいいですかね。両方一応撮っとこうって言って、うんうん、結局使われたのは開けて、うん、このように未練タラタラみたいな。私のお金がみたいなね。そう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 、あの悪徳ぶりが面白かったよね。ね。あの最終的にいい人誰もいないみたいなね。あ、そうね。全員悪役みたいな。全部。うん。すごかったよね。あれはね。すごかった。でこの間あの脚本家の吉本さんと、はいはい、あの楠田監督とあの雑誌の企画で対談したのね。うん、これの？そうそう、もう誰も会えない。私も呼んでくれればよかった。本当だね、うん、それで私も全部一回見返してさ、もう誰も会えない。そうなの、じゃあもう鮮明に覚えてるじゃん、うん、それでも覚えてないけどあ、こんなことあったっけっていうぐらい。いやでも今見ても面白い、面白いじゃないね。あんだけスピードあるドラマって今ないし、ね、だからあの結構 BS とかかな、 CS とかも再放送をガンガンやってるのよ。あ、そうなんだ、うん、でよくあの見ましたとか言われてて、あ、やってるんだなと思ってたけど、うん、改めて見ても本当面白いわこれと思って。本当、風の弁護士がやっぱり決断でしたね。監督もね、本当にやっぱ風ちゃんがやってくれたから成立してるっていう、ね、そんなことない。みんなみんな重要でしょ、それ。特にね、やっぱりお芝居上手だなってね、私も改めて言いましたよ。素晴らしいですよ、ね、その後がボタンとバラ、その後ボタンとバラがいつだ、最近だもんね、それ2015年。そっか、だから結構空いてるんだね、うん、ここが空いたんだね、うん、空いて、もう8年くらいだよ。え、もうそんなに経つの？経つの、びっくりじゃない？あの長ゼリフの、そうそうそう、バラシ吐きそうな量。風邪もさ、だってね、セリフずっと書いてたもんね。書いてた、書いて、で書いて、うん、トイレとかに置いてるから、うん、なんか娘とか妹とかが来た時につい読んじゃうとかって言って、うん、どんなセリフだろう、どんなセリフ。でも自分のセリフしか書いてないからわけわかんない。見せてもらったことあるよね、本当にきつかったよ。そうか、いや、みんな長かったじゃん、みんな念仏のようにずっと唱えてたよね。ほんとね、まあ、若い子たちはさ、うん、すぐ覚えられて、まだね、あの方が柔らかいからいいけど、ちょっと私たちはね、40代にあの長さはちょっときつい、ね、よね。でも山口泉さんとかも、うん、泉さんも出ていらっしゃる、結構喋って、喋ってた、全員喋ってたよ、すごかった。そんなに喋らせないでって思うぐらいね。小説をさ、ずっと読んでるみたいなセリフだって。辛いよ、私この前にやってたやつも、うん、あ、ヒルドラ、本当にそう、ずっと神保さんと2人でさ、ひたすら喋ってて、神保さんってそういうのいっぱい出がちだよね。出がち出がち。そこでこうバトルのよ、神保さんと喋り、長ゼリフでずっとバトルながら合間の一言でもうなんだ NG 出しちゃったりとか、疲れ切ってね、わかる、なんかさ、うん、なすっごい相手が長いセリフして、うん、で自分が一言なんだけど、うん、それどこで言うのか分かんなくなっちゃったりとかね。そうそうそう、ね、うん、なんかその方がドキドキしたりね。ドキドキするわ。私美奈子のステージ衣装を手伝ったような、手伝ったけど途中でなんか体調崩してやめちゃった。そう、あったよね、ライブの衣装を、うんうん、なんか私もちょっとあのお裁縫ね、そうやってたから、あの通信教育にちょっと学んだからやるよって言って、うんうんうん、でもその時がめちゃめちゃ忙しい時に、それこそ昼ドラの主役とかやって、あ、そうだったんだ、それで、あ、無理だなと思ってやめたんだけど、バイクさんの時代って、うん、チャンネルしかなかったから、そうだよね、オーケストラと、ね、そう一緒に声も取るんだよね。でその時にひばりさんはなんか楽譜も読めなかったみたいなんだけど、うん、ずれてる音の楽器が分かるんだって、うん、ね、あそこでずれたからもう一回やってって、自分が多分外れることはないけど、ね、オーケストラのずれをなんか指摘したっていう。